それじゃあ参りましょう。先行呂布カルマ、後攻シーマ、 DJ セロリぶっかます。クリティカルもあんま繰り返すと罪になるような、首振りすぎてムチ打ちになるような空間、夢中になるシリアスシニカルなライムがお前を超えていく。俺の死になる言葉、ここで吐き捨てる言葉、種類が違うからよく選別してくれ。選別を迎えるぜお前に、鼻向けだこっちね、鼻の穴を向けんなよ。引退どっちがシリガル、こいつがリリカル、それって意味ある？いや、睨んでも所詮はサングラス、足はガクガクでカングラス、カングラスの階級ではヘビー、知らねえ俺はヘビーなスモーカー、つまりクラッチするぜ教科書、ダンジョンの後の放課後。ケツの穴の方じゃなくてシリアス、意味あるよリリカル、意味あるよ、それがなくて何になるの。俺がシリアルじゃなくてお前がシリアル、朝牛乳かけて食う軽いやつ。俺はディナー、肉、ステーキ、突き立てるのはステーキ、フォーク、ナイフ、全部持ってる。お前の内部バネ分子ばむやつかかるぞ、インフルエンス溶けてる脳みそバターステーキ状、カルマが負けるすげえ貴重、すげえ貴重、ジャックしに来た、ジャックの豆の木、ラップのやめどき、今暇ならばビターの味でビターをしたぜ、つまりはこれでな、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 ローカルから腹割って払う。終了。さあそれでは第2ラウンド判定入ります。 This Judge All I know is all inお願いします。クリティカル勝者シーマー。なんと2本目はシーマがクリティカルで勝利ということになりました。なんとなんと、びっくりしちゃうぐらい素晴らしい試合で、シーマさんがあまりにももうバトルを重ねてきてもう乗ってるで、ただその呂布さんのいつものそのお前なんて牛乳かけて朝食べるシリアル、あすごいやっぱ呂布さんってやっぱオリジナルをやるなって言った時のシーマさんの返しが、俺は脳みそが溶けてバターって出てきた時にもうその風味までなんかこう思い浮かぶような、もうノリに乗ってる感じで会場も味方につけて、なのでクリティカルだったんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます。モンスタールーム行ってみましょう。モンスタールーム、ちょっとこう勢いに乗せちゃったなっていう責任も感じつつ、まあでもこういう波にあの見事に乗ってたシーマもさすがだと思うし、ここから山場が来てるんで見届けたいと思います。はい、ありがとうございます。呂布、残念な結果ですけれども、やってみていかがだったですか。いや、俺は悪くなかったっすね、シーマがめっちゃ良かったっす、うん、ああただ俺もうこんなんで最後嫌なんで、場所変えてまたお願いします。おいっす、こんな終わり方嫌なんで。はいよ。呂布カルマ、シーマの勢いに飲まれ敗退。ラスボスルーム、来ましたシーマ、見事呂布カルマを倒しましたけれども、今までより一番楽しんでできたんちゃうかなっていうぐらいで、めっちゃ楽しかったです。もうこのままトップオブザヘッドで、あの制覇したいです。おいっす、では行ってみたいと思います。迎え撃つモンスターはこいつだ。ラスボス召喚。ついにラスボス戦です。やべえ、ハンニャは目の前にしてどうすか。本物っすね。よろしくお願いします。さあ、ハンニャはもう何も話さないつもり、分かってます。シーマにはハンニャにある特別な思いがあった。俺めっちゃ昔ハンニャさんがアルバムリリースしはってツアーを回ってはった時に、アメ村に来て僕ら前座してたんですよ。で終わったらバーカンの方にハンニャさんに来たんで、フリースタイル仕掛けてちょっとサイファーしてくださいみたいなこと言ったら、
めっちゃこうクールに俺サイファーはせえへんねんみたいなことをパッて言われてめちゃめちゃヘッツやったんでめっちゃショックで、でその時のなんかこの気持ちがあるんで向かい合ってこうラップできるってだけでちょっとめっちゃ上がってまうんちゃうかなっていうのはあるんですけど、当時の思いも込めてその憧れを干す瞬間を見てほしいですね。では行ってみたいと思います。 DJ セロリビートを聞かせてください。先攻後攻の選択権は全てチャレンジャーシーマー、どっちでいきますか。後攻でお願いします。わかりました。それでは参りましょう。先攻ラスボスハーニャ、後攻チャレンジャーシーマー。 DJ セ